どうも、ジャミーです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグという大会が開催されていまして、今日の朝9時にバーサスウンボ戦がありましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。大会ですね。大会の、見直し実況といったところでしょうか。15先でしたね。自分右側です。まあ、この方の相手の特徴としては、非常にまあ、中明け連、てか、開幕は基本的にもう、ほぼずっと中明け連を対応してくるので、こちらも、ガン対策済みといったところの、橋明け連でいきますね。さあ、橋明け連発火してて、相手が、ちょっと繋ぎの、間に合わなそうですね、これは。T ミの、うん。こちらがまあ、かなり発火しているのに対し、相手がちょっと途切れていたので、これは、しっかり、そのまま連を繋いでいけば刺さるといった感じで刺しに行きましたね。さあ、2戦目。これも橋開けですね。相手もまあこんな感じで中開けを組んでいくので。基本的にその中開けに相性がいいのって橋開け連なんで。中開けを対応する人にはこんな感じで橋開けを、対応していくのがいいですね。さあ、お互い発火して。さあ、3連3連、4連4連、5連まで繋いでてきて、6連。さあ、受けたのが、ちょっと下の繋がりそうだぞ。しかし、相手も、できるだけ受けたい体勢。さあ、受けたのが、これはどうだ ?T ミの、しかし相手、L ミのまでしか繋がらない。さあ、それに対して、こちらしっかり下穴利用して、S ミの、I ミの、J ミのまでの17連で、しっかり刺していく。T スピンが間に合いませんでしたね。まあ、間に合ったとしても、おそらくその後刺し切れていたでしょう。まあ、これは、しっかり受け切って、下穴利用して、たところに相手も結構形自体は良かったけど、ちょっと、連が繋げられなかったんで、その差が出ましたかね。さあ、再び、中開けに対して、橋開け。さあ、組んでって、かなり積み込んでいった。それに対して、相手はちょっと妥協気味に発火していきましたね。さあ、これは、連の方はでは圧倒的有利だが、相手が受け切って、下な、3ライン分まで繋げられると、ちょっと分からなくなるといったところだが、こちらちょっと T ミの S ミのまでしか繋がらないレンガ。さあ、それに対してしっかり相手が受け切ったのを繋げて、Z ミの L ミの、I ミノの3ライン消しから L ミノの2ライン消し、火力が高いプラス、こちら置きミスで T スピンダブルが打ち切れなかった。おそらくまあでも今のは打ち切れていたとしても、下穴の関係上、辛いですね。レンの、かなりレンガ加わった上での3ライン消しと2ライン消しなんで、火力もすげえ高いですからね。今のは厳しかった。さあ、再び、中開け対橋開け。珍しいですね。まあ自分が、まあここまで露骨に連やるってことはそうそうないんですけど、ちょっとこれ、連の繋ぎ方間違えたな、今の。ちょっと間違えてしまって、一回ちょっと途切らせてしまった。さあ、これは間に合うか?相手がそれを見て、どん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 発火してくる。7連、8連と。もう非常に繋がりそうだが、なんとかこちらも速度出して、8連まで繋げて、なんとか追いついた。さあ、追いつければ、ちょっと読み合いになっている。これ、ガン待ち対決ですね。なぜこうなっているかというと、まあ、下な相手が攻撃を送ってきたのを利用したいといった、思考で、まあ、こんな感じですね。今、ウンボくんが、ここに下な2列来てると思うんだけど、これを連の飽和にしたいといったお互いの考えですね。さあ、その睨み合いが発動している。さあ、自由落下で、できるだけガン待ち。さあ、非常に地味な戦いになってきたぞ。これはちょっと、連の飽和的に不利ですね。ウンボくんがこれ、S ミの、L ミの、Z ミの、I ミの、I ミの、J ミのぐらいか?いや、違う、そう繋げたか。S ミの、I ミの、J ミのまでかな。さあ、それに対して、こちらちょっとミスってしまったが、なんとか T スピントリプルで、しっかり操作当てて、耐えていく。さあ、そこに相手が大打ちの T スピントリプルタワー。TST タワーだが、ちょっと、Z ミノの置き場所がなくて、無理やり地形を悪くしたまま、T スピントリプルタワーを打ってきたんで、しっかりこれを耐え切ることができれば、かなり有利になっていく。さあ、テトリ振って、ホリレンで、L ミノ、Z ミノまでのホリレンと言おうとしたところに、やはり地形が辛かったんで、刺さっていった。さあ、まあ、これはまず1セットですね。3対1と。まあ、15先だったんでね。まあ、今日の、朝9時にやったんで、まあ、そっから動画撮って、投稿してるというわけなんですけど。じゃあ、もう一つ見ていきましょう。もう一つ、あと4つありますね。さあ、再び、これはまあ、相手が中開け来るだろうと。もう、対策してきましたね。うん。
まあ、中開けは本当に橋開け有効なんで、皆さん、ぜひ、ね、使ってみてください。さあ、中開け使ってるところに対して、相手が若干まあ、左から3列目が埋まっていないので、これは連の方は的にはちょっと有利じゃないかな。ただしかし、火力、まあ、さっきも言った通り、火力を送ったのを下穴で利用されてしまうと、むしろ、こちらの連の方は上回られてしまうので、なので、お互いガン待ちのカチャカチャからホールドを対応して、どん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 、火力を送らない体制。さあ、これがね、これが連の対決です。連の対決の究極バージョンというのはこんな感じになるんですよね。スミティスタイム！送ったが、相手もしっかり、おっと、しかし、ちょっと間違えてホールドしてしまったが、連が繋がらず、さあ、それを見た俺は、もう、さすがに繋げれば差し切れるだろうと、どん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 繋いで、Z ミノ、O ミノ、I ミノ、L ミノまで、さあ、刺さっていく。一応、ウンボ君も、まあ、一応、連は繋げられたけども、おそらくホールドミスで、ミスってしまったか。まあ、連の対決はね、まあ、当たり前だけど、ワンミスが本当に命取りなんで、ワンミスした瞬間にもう死が待っているような感じですからね。一回のミスは致命的。さあ、相手は非常に発火してくるの早いが、全然積み込めていないので、これは圧倒的有利。中開けの、発火してくる速さで押し切られなければ、まあ大丈夫だといったところで、無難に連繋ぎ入れて、10連、11連、アイミの、エルミの、スミの、エルミの、まあ、あとはもう適当に繋げて、Z ミの、J ミの、アイミのまでか。もっといい連の繋ぎ方は一応あったけども、まあ、適当に打てば刺さるだろうといったところで、まあそこは妥協しましたね。さあ、再び、もう恒例かのような、中開け対橋開け。さあ、積んで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 、相手が左が非常に高いが、右側も埋めて、これは、連の飽和的には結構同じぐらいな気がするな。さあ、発火してきてる。さあ、こちらは受けたいところ。できるだけね、発火するミノ的には、中開けの方が早いんで。押し切られないように、うまく立ち回りながら、さあ、ここで止まっていく。これは下穴がこちら非常にいいですね。4列直通できているので、かなり穴が美味しいが、かといって、ここでどん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 発火してしまうと、逆に相手が、下穴もっと良かったら、挽回されてしまうんで、ここでも、まあ、ガン待ちですね。ガン待ちながら、カチャ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 、それでホールドを対応して、どん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 時間を稼いでいく。さあ、相手もカチャカチャして、隅の埋めたくない。さあ、サークイチ。総裁当たって、2ライン消しなんで、これは6ラインだから、相手が大美ので、サークイチやったとしても、1ライン分火力がいくので、その下穴を利用される可能性はありますね。しかし、まあ、こちらも、もっと利用されるのを困るんで、カチャ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 やって、ジェイミのホールド、で、相手も、カサカサして、大美のを置いて、1ライン、どこに来る？さあ、1ラインが、中に来るか？中に来た！さあ、この中に来ると、連の飽和にできるか？いや、でも、T ミの、アイミ、ん？ T ミのアイミのまでしか繋がらないか。あと2連、さあ、J ミノまで、じゃない、L ミノを繋げて、こちらは S ミノ、I ミノまでですね。さあ、それを見た上での即発火。これは、判断的に悪くなかったですね。まあ、相手のツモを見て、おそらく、まあ、連が繋がんないだろうということを、把握した上での連の発火ですね。仮に、まあ、撃たれたとしても、受けられたとしても、全然もう、その後、受け切ってから、総裁外しの体制が整っていたので、まあ、これは良かったですね。相手も、下穴が、中開けの4列のところに来たは来たものの、うまくミノが噛み合わず、繋げられることができなかったのが、こちらの勝因といったところですかね。もう一つ見ていきましょう。動画時間的にはね、まあ、いつもの動画とはちょっと長いかもしれませんが。まあ、これは大会のルールの15先ですので。さあ、再び、端開け対中開け。もう、これはもう恒例ですね。中開け対策、特に、まあ、海外勢っていうのもあって、あ、ちょっとやっぱり、その、ラグが少しね、あるので、どうしても連には連で対抗するのが一番安定するんですよね。さあ、これは相手がちょっと一回連途切らせたものの、一応繋がりますね。S ミノ、O ミノ、T ミノ、O ミノ、Z ミノと繋がるんで、それを見た上での、さあ、ガン待ち対決。さて、連対決はこうなりますと。連の究極バージョンはこうなりますね。ナイト！
さあ、できるだけ、時間を稼いで自由落下して、先にできるだけそのホールドを、出さないで、Z ミノが一番下まで落下するまで、待ってからホールドで、しっかり S ミノと。さあ、ここで相手は発火してきた。さあ、その発火してきた分、先打ちした分、下穴がこちら来るが。さあ、相手どこまで下がる？ L ミノ、Z ミノ、J ミノ、S ミノまでか。さあ、それに対して、こちらちょっとホリレンノルト考えてるが、O ミノ、Z ミノ、J ミノ、S ミノいいですね、この使い方。I ミノ、J ミノ、Z ミノ、L ミノまで、しっかり22連までで刺していく。まあ今の連の繋ぎ方は良かったですね。ちょっとまあ考えて、しっかり、まあ最善のルートを見つつ、完璧な繋ぎ方で、しっかり刺していきましたね。さあ、ガンマチ対決は、かなり、まあ下穴の運っていうのもあるかもしれないけども、まあその繋ぎ方によっても、今みたいなね、その連の繋ぎ方が、うまいか、うまくないかでかなり差が出てくる場面でもあるので。さあ、相手が今度は速攻で破壊してきた。セドリ、サクイチ、サクイチ。それに対して、こちら、オーウェンのウェール、地獄で、14連、15連、16連、17連、18連の3ライン消しが強烈すぎて刺さっていく。さあ、これは相手がどん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 先打ちしてきたんで、それをしっかり受けた上での下穴を利用できてますね。さあ、ガンマチ対決に勝利していく。ガンマチになるとね、結構そのカサカサ技術も重要になってくるんで。まあ、運もありますけども、下穴の運もあるけども、カサカサ技術とか、念の繋ぎ方とか。さあ、再びまた相手発火してきた。早めですね。しかし、なるほど。ちょっと念の飽和的に厳しいので、こちらの火力をうまく活かしたいなと言った上での大美濃のカサカサ。しかし、それもこちらを察知してしっかり待っているガンマチ対決。さあ、て。あ、これね、自分今日対戦したんだけど、もう本当にね、なかなか神経を使うというか、油断はできないんで、本当に。一回のミスがね、致命傷になっちゃうんで。間違えてこう、ホールドしてしまったりすると、連の繋ぐルートがなくなったりしてしまうので、しっかりネクストと、相手のネクストとか見ながら、やってますね。さあ、カシャ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 、大見より消して、攻めてスタイム。さあ、それに対して相手は、できるだけ、まあ、Z ミノを、落下させて、ギリギリで、ホールドして、大ミノ出して、連の繋ぎるルート。さあ、地味な戦いだ、これは。できるだけ、お互い火力を送りたくないんで、もう、カチャカチャ、ガンマチゲー。さあ、どうなる？しかし、連の方は的には有利なので。おーっと、ミスってしまった！まあ、こういう感じなんですよね、その、カサカサ技術というか、まあ、なんつうんだろうね、その、カシャ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 やりすぎて、設置されてしまうともう致命傷だし、かといって、あんまりやらないと、ガンマチ対決に、こう、なんだろう。ガンマチ対決に負けてしまって、先に火力を送って、それを利用されるっていう可能性もあるんで。まあ、ちょっとね、意外に難しいんですよね、こういうね。カサカサ技術プラス、下穴をまで連を繋げる技術プラス、ミス、ワンミスもしちゃいけないっていう。まあ、条件があるので、連対決は。まあ、そこですよね、本当に。もう一つ見ていきましょう。さあ、かなりね、その、いつも通りの対戦と違って、まあ、連対決っていうのは、まあ、こういう対決なんで。まあ、結構ね、その、新鮮なんじゃないですかね。ご視聴、皆さん、見てる方も。まあ、今まで見たことない勝負だと思うんで、こういうのは。連対決はこういう戦いになります。究極な状態になれば。てか、究極を言えばか。さあ、相手中開きで、右側から3列目がちょっと、あまり積み込めていないが、こちらも言うて、開始の連が3ライン消しだったので、そこでちょっと飽和を削ってしまった。さあ、どうだ？開き6連、7連、繋いでくる。セドリ！セドリ！それに対して、こちらも連、受けたけども、これは下穴繋げられないですね。それを見た上での発火だったが、14連、15連、相手18連、それに対して16連、ちょっと連の方はね、負けてしまったが、なんとか差し切りまではいかなかった。さあ、TSP シングルで、ここは後から、普通の自力勝負。さあ、途中 DT、中開け DT で、T ミノがしかし遠いが、なんとか無理やり S ミノ間に合わせて、TSP ダブル、それを見た上での、こちら総裁外し。さあ、ギリギリ間に合った、危ない。TSP ダブルで、エルミノの、おぉそう、そうだ、これ、エルミノ置きミスしちゃったんだ。これ、自分今日そう対戦してて、エルミノ、あー、一個ずれたーって言って、あーって言ってましたね。思い出したわ。さあ、エルミノがずれてしまって、ちょっと地味な刺さり方で刺さってしまう。
まあね、連勝負で、まあ連がその、連で勝負が決まらなかったら、まあ、いつも通りのね、その、積みでの対戦がなると思うんで、まあ、そこは自力勝負になりますね。しかし、今のは、ウェルミノが一個ずれてしまって刺さっていく。まあ、ボンミスですね。さあ、これはお互いかなり積み込んで、いい地形。こちらが先に火力を送ったのが、下穴で利用されるとちょっとまずいんで、こちらも利用するために、再び我慢中ですね。飽和的には、どうだろう ?5 分ぐらいかな。ただ、中開けにあるその穴場の2つまで利用されると、ちょっと不利ですかね。なんで、こちらも火力でうまく利用していきたいところなんで、ガン待ち。カシャ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 やって。おい、ファイティング!さあ、相手はどう繋げる ?T ミノ出して、T スピン W にしてしまうとちょっと繋がりづらいんで、おそらくシングルにするでしょう。シングルにするか、それとも T スピンミニにするか。どちらでも良さそうですね。T スピン、ミニにしたか。ミニにして、そう繋げる判断。さあ、それに対して、こちらも、いろんな繋ぎ方あるが、おそらく T ミノを置くでしょう。それに対して、相手は、おそらく Z ミノ、O ミノ、L ミノ、L ミノ、S ミノ、J ミノ、I ミノといった繋ぎ方をするのではないでしょうか。さあ、こちらも、できるだけ、待って待って、さあ、この地味な戦い。さあ、J ミノそういった、まあ、それでも繋がりますね。L ミノから、Z ミノ回転入れ、S ミノ、O ミノと一応繋がるんで。さあ、非常な地味な戦いになっているが、まあ、これもね、これを技術をやんないと負けてしまうので、お互いやってるという感じですね。まあ、大会ですからね。まあ、その、勝利が全てですから。負けられない戦いですからね。さあ、受けたのが、こちら一応、下穴1連だけ繋げられそう。さあ、13連。だが、しかし、相手はどうだ、これ。S ミノから J ミノ回転入れ。J ミノから行ったか。なるほど。J ミノ、しかし、それだとどうだ ?S ミノ、そうですね。T ミノ、Z ミノ、ここまで、まあ、繋げたとしても、J ミノまでしか繋がんないのを判断した上での打っていったが、相手が、T スピンミスで、そこにテトリスの打ちが刺さっていく。まあ、今のは見切り発火というか、まあ、攻撃を打っても大丈夫だろうといった思考での攻撃ですね。仮に、打たれたとしても、受けてから打たれたとしても全然耐えられる体勢でしたので。まあ、問題ないなと。連勝負が終わればね、自力勝負になるんで、まあ、自力では非常に自信があるのでね。まあ、そういう勝負に持ち込んだといったところでしょうか。さあ、ダーボリスキーを送って、さあ、どうだ連の積み込み的には、こちらの方が積み込んでいたものの、相手の下穴が、右が、右から2列目に行っていて、そこが低い地形なので、さらに、真ん中に穴が行ったんで、その穴まで利用されると、ちょっと怪しくなってくるところ。さあ、それ以上さすがに利用されたくはないんで、しっかり待ち同士の対決で、再び、読み合い、睨み合い、相手はおそらく T ミノ、J ミノ、O ミノ、L ミノと繋いでくるでしょう。さあ、できるだけ、まあ、J ミノでカサカサしつつ。ただね、この相手が今結構競り上がってると思うんで、こちらの方がレーンを繋がっているので、まあ、奇襲であえて、ボン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 って送ると、そのまま火力が間に合わずに刺さるといったこともあります。さあ、繋げていって。さあ、その判断をしていった。ちょっと自分で今そう言っていたが、これ刺さるか ?J ミノ、L ミノで。さあ、刺さっていく。まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと今、その判断をするか、自分でも忘れていたけども、その判断をしましたね。こんな感じに、ガン待ちをしすぎると、あえて油断してというか、奇襲で、ああいう風にね、一気に火力を送って刺すこともできるんで、本当に油断が禁物なんですよ。さあ、今度は相手がパフェ取ってきた。それに対して、こちら箸開きで、エルミノまで繋げて、箸開けじゃない、パフェから中開きくんだか。さあ、スレードリーまで繋げて、ティースピンダブルが、ちょっと間に合わなかったか。あと、2ライン、ん ?1 ラインか。1ラインだったかな。J ミノ、S ミノ、L ミノ、I ミノ、L ミノかな掘るルートあったけども、ちょっと刺さってしまった。さあ、相手がここで切り替えてきましたね。パフェ取ってからの、中開けという、なんか新しい戦術を使っていって、それが刺さっていく。ちょっと立ち回りを変えてきた感じかと思いきや、再び中開けたい、端開けたい中開け。さあ、これは、連の飽和的というか、形的にはこちらの方がいい。
さあ、相手どんどん発火してきてる。逆に、相手が発火してきて、これもう、そこで押し切ってやろうといった考えで、そこで発火してくれたら、なんとか間に合っていく。さあ、なんとか間に合うと、これは、こちらが強い。しかも、これ、J ミの S ミの回転で、I ミの横置き、J ミの T ミの Z ミのまで繋がりますね。非常に連の繋ぎ方も良くて、しっかり、間に合った感じですね。まあ、相手の思考としては、おそらく、一応、理論上では中家の方が、その、消すタイミング的には早いので、間に合わせずに、そのまま押し切ろうといった判断だったんだけども、こちらしっかり間に合わせたんで、そのまま、連の方は的に有利になりましたね。まあ、そういうね、その、読み合いもあるんで、意外に、本当に油断大敵なんですよね。ラストもう一つ見ていきましょう。いや、もう大会は本当に、一瞬の油断できない。お、今回右側か。今回自分右側になってますね。相手が再びいつも通りの中開けに対し、もう中開け対策といった端開けの体勢。しかし、これちょっと地形が怪しい。地形が下っている。いまいちちょっと積み込みが良くなかったですね、これは。それを見た上での相手発火、速攻発火してきたか。ちょっとこれは連の飽和的に不利だが、そもそも間に合うか、これ8連に対して5連。4連差あるぞ。サク1、サク1、どん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 遅れて。うわ危ない、ギリギリ耐えた。さあ、T スピンシングルから。さあ、噛み合う、噛み合う、ミノ噛み合う、Z ミノ。いや、噛み合う、T ミノ、S ミノ、L ミノ、I ミノ、S ミノまで繋がるかな、これ。22連ぐらいまで繋がる。21か22ぐらいまで繋がりましたね。さあ、これは、相手が連の飽和で優位かと思って、どん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 発火してきたが、下穴が噛み合って、うまく繋い、まあ、繋ぎ方も良かったけども、しっかり勝利していく。まあね、こういうね、いろんなことが起こるんで、連同士の対決でも本当にいろいろ難しいところがある。さあ、相手がこれは途切れたんで、こちら押し切れるだろうといった、繋ぎて、9連、ウェットファイティン、応援のウェール、応援のウェール。さあ、13連、14連、15連、16連ぐらいまでかな。で、おそらく繋ぎて、見せなければ刺さるだろうといった、連の繋ぎ。さあ、再び相手が、中開けかと思いきやパフェにしてきた。さあ、再びパフェ取ってきて、さあ、こちら、橋明ね、発火だから2連パフェが刺さってしまっていく。予想外の2連パフェ。さあ、これはちょっと、立ち回りを変えてきたかというか、奇襲みたいな攻撃を仕掛けてきましたね。あ、こちらとしては、まあ、どうせ中明け来るだろうといった上での橋明けだったが、まさかのそこで2連パフェ。さあ、ちょっとこちら、重みの気にしてしまったのを見た上での連の発火かと思いきや、ちょっと一回整地か。整地してからの、中開け連で、さあ、これは圧倒的不利だ。しかし、相手が重みの気にしてしまった。これは助かりましたね。圧倒的に不利で、かなり致命傷かと思いきや、まあ、連のミスは、ああいうね、連対決はああいうミスが本当に致命傷になるんで、さあ、そこを見た上でのしっかりティスピンダブルが刺さっていった。まあ、というわけでね、こういう、まあ、連の対決も、まあ、いろいろあるんですよね。連で、ガン待ちしてるところに、あえて奇襲で、速攻でどん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 火力送って、相手の操作を間に合わせずに、刺していったりとか、なんだろう、あえて繋がらそうな連をやっといて、繋がんねえだろうと見切らせて、いや、こういう繋ぎ方があるんだな、みたいな。まあね、そういうまあ、深い読み合いが実はあって、まあ難しいところはあるんですけども、まあ今のは単純に相手の大身の重が置きミスになって、そこを咎めていったといった感じですね。大身の置きミスがなかったら、むしろこちらが圧倒的不利というか、おそらく差し切れていたとは思うんだけどね。まあというわけでね、PC 版ぷよぷよテトリスの、テトリス A 級リーグ、バーサス、ルンボ戦。まあこれ1回戦だったんだけどね。15対4でした。15対4で、自分がね、その、順調に、開幕のいい出だしといったところで、勝利することができましたね。まあ、こういう、中開けに対しては、端開けね、非常に有効ですので、まあ、中開けがちょっと対策難しいと思っている方は、ぜひぜひ、端開け連を使ってみてください。なぜ有効かと言いますと、積み込みやすさと、やっぱりね、端開けの方が積むのが早いんでね、中開けは、左右に、散らばってるというか、ミノをばらけさせるんで、どうしても、積むスピードも遅いし、端開けは積むスピードも速い、かつ、積みやすいので。なので、連の飽和で圧倒的有利が取りやすいですよね。
ただ一つ気をつけなきゃいけないのが、中焼けの方が、発火す、ミノの発火して、設置させるまでは早いので、そこで、押し切られないことだけを注意しておけば、基本的には有利取りますね。なんで皆さん中焼けの対策に苦労している人は、ぜひぜひ、箸開き連を使ってみてくださいというわけで。あ、でもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。